紹介しよう。こちらがお父さんの親友の早乙女玄馬、これが息子の蘭馬です。どういうことよ、女の子じゃない。こうなったのはな、中国での恐ろしい荒行が原因らしいのだ。さよう。今を去ること2週間前、わしら親子は中国で修行の旅をしていた。お客さん、もうすぐ着くよ。伝説の修行場、受仙教。続け、ランマ。行くぜ。よくぞここまでついてきた。行くぞ。手加減はせるぞ。望むところだ。お客さん、何するね。ここの泉は一つ一つに悲劇的伝説あるのよ。落ちたら大変よ。ちゃあちゃちゃちゃあちゃちゃちゃ。という悲劇的伝説の泉。ほら見ろ、娘になってしまった。若い娘になってしまう呪い的泉。伝説の修行場受仙教、その真の恐ろしさは謎とされていたが、よくもあんなふざけたところに連れてってくれたな。まさに悲劇。学校？しばらくここで世話になることにしたのでな。あたしやあかねと同じ学校よ。あかね、ランマくんをちゃんと学校まで連れてってやんなさいよ。いい名付けなんだから。学校で慣れ慣れしくしないでよ。
誰が。私たち他人よ、いいわね。当たり前だ。天道茜が来たぞ。天道茜、俺と交際をしろ。今日こそお前を倒すぞ。なんだこいつら。いつものことよ。さあどいてなさい、怪我するわよ。なんだか知らねえけど面白そうだな。ここは俺が引き受けるぜ。え、早乙女乱馬、この勝負受けた。茜君、みんな君に勝った暁には交際を申し込むらしいが、今日は戦う相手を間違えたかな。あ、久能先輩、おはようございます。茜君をかばうとは、貴様何者だ。人に名を問うときは自分から名乗るのが礼儀だな。よし、僕から名乗ろう。2年 E 組、久能立脇17歳、剣道部主将、連戦連勝、高校剣道界期待の超新星、人呼んで風林館高校の青い雷。あ、俺は早乙女乱馬、天道道場の居候で。貴様、茜君と一つ屋根の下に、許さん。よっ。